はい、長木です。おはようございます。昨日久々に明石のあるたち飲みに行ったんですけども、まあ長いこと言ってなかったので調子どうですか聞かれて、まああまり良くないよみたいな話してたら、もう顔が小さくなったのでちょっと心配されましたけども、まあこれはあの僕が今調子悪いからじゃなくてダイエットしてるからなんですね。あのダイエットというのも別に食べ物をダイエットしてるんじゃなくて、いわゆる血流を良くしたりとかリンパ球をよく流すようなそういうあのトレーニングというんですか、まあ、ヨガやったりとかいろんなそういうふうなことをやりながら体の健康を保とうとしてるわけですね。まあ若返りを試すためですね。うん、だんだんこの辺いらん肉ついてきたりとかね、顔がぽっちゃりしたりとかしてね、嫌じゃないですか、おっちゃんになっていくのは。あ、なるべくとどめたいと思って頑張ってます。まあ、そういうことであまり心配しなくて大丈夫です。今日1曲目は甘色の神の乙女いきます。どうするんやったっけ、うん、甘い色の長い髪を風が優しく包む乙女は胸に白い花束を羽のように丘を下り優しい彼のもとへ明るい歌声は恋を知ってるから甘い色の長い髪を彼が優しく包む乙女は胸に白い花束を羽のように丘を下り優しい彼のもとへ明るい歌声は恋をしてるから、バラ色の微笑み青い空幸せな二人は寄り添う、甘色の長い髪を風が優しく包む乙女は羽のように丘を下る彼のもとへ、バラ色の微笑み青い空幸せな二人は寄り添う、甘い色の長い髪を彼が優しく包む乙女は羽のように丘を下り、甘い色の長い髪を影が優しく包む乙女は羽のように丘を下る彼のもとへ、彼のもとへ。音が小さくて耳が聞こえてないね。よいしょ。
まだ友達じゃない方、友達なのに登録してない方はぜひチャンネル登録してお願いします。ナギでした。またリクエストも答えますので来てね。 See you。 ナギでした。